さあ、罰金バトルはやっていくよ。よろしくね。罰金バトルはって。罰金バトルはとは、いつものルールで、みんなで4人で戦って、負けた人ほど不利になるルーレットを回します。で、当たった人がまたルーレットを回し、ルーレットに出た金額を5分以内に使わなきゃいけないという罰金罰ゲームです。あー、ちょっと僕用事がワクワクしますね。よかな、もうワクワクします。タイマーを回した上で Amazon の画面をみんなで共有して5分以内にお金を使っていただきます。本当に無理です、5分以内は。これやらせマジなしのガチのガチです。これ本当にやりたくない。私は皆さんと違って本当に庶民なんで。いやもうだってザンネちゃんいっぱい体売ってお金持ってるじゃないですか。売ってない。いろんなおじちゃんからお金もらってるでしょ。もらってない。でもそういうね、女子向けにね、我々ハンデ背負ってやるんですよ ね。はい、オパスとヒイラギミュウだけ、武器はショットガンしか使えません。終わりやもん、その大半ですよ、大半です。あ、まあ投擲物は OK で、車とか。そうですね、はい、車いいの。車いいの決まってんでしょ。ショットガンだけ、ショットガンと投げ物だけ。泣きたい。最大何万使わないといけないですか。罰ゲームのルーレットの金額は下から5000、はい、1万、3万、5万、10万、100万となってます。待って、100万何それ。その代わり100が出る確率は1000分の1っていう設定にしておきます。はい、そんなところで1000分の1使いたくないな。出ないと思ってる。それは出ないと思ってる。いや、わかんないよ。1000分の1はね、出ないですよ。だって 0.1% ですよ、1000分の1って。コアコードの 0.02% ですよ。まず5000円が一番下っていうのもね、安くはないからね。結構アマゾンで5000円だからね。はあ、もうプレッシャーでしかない。あ、マジでいや。っていう話ですよ。さっき買った、Amazon で買ったもの一回キャンセルしようかな。やめろ。やめろ。マジでやだ。マジでやだ。昨日さ、乾燥機買っちゃった。やば。めちゃくちゃでかい。いや、これちょっと、まず2人で潰し合ってくれる。男同士。さか、ショットガンだけか。怖え。これ見てね。マジで怖えよ。これヒイラギさんと被ってもまあ借款同士だからいいか。そうっすね、最悪ね。来ないでくださいね、ヒイ君。キャビン内がいつの間にか3人だ。おい、みんな降りろって。早く降りて。私みんな降りるまで降りないから。じゃあ俺降りるわ。じゃあね。はーい。怖すぎはロスだろう。いや本当にやだな。ヒイ君後半だよ、ヒイ君後半。降りて。待って、割と負けた時のためにさ、何買うかみんなで相談しとこうよ。何買おう、マジで。女。いや、アマゾンで女買えねえんだよ。アマゾンで売ってますよ、女の子は。そうなの。はい。あの、ダッチバイス。ヒイラギさんも前になんか女の子の下半身だけ買ってましたよね。あ、そうだね。そうですね、下半身だけ買ってなんか洗うのが地獄だった。何個買うのかなって感じだ。100万のものってアマゾン例えば何あるんだろう。一品じゃなくていいですよ、合計で。なんかさ、5分以内に使えれば。5分以内にね。そうだよね、5分以内っていうのでかいよね。ケチくさいな。ケチくさいな、もっとゆっくり選ばしてくれよっつって。そうだ、ショッピングされても困るからね、動画的には。確かに。ガチショッピング始める。うん、どれかなっつって。どうしようかな、これ足りてなかったなとか言って30分ぐらいかかりそうだ。そこが罰ゲームらしいとこでもあるか。うん、やっぱ冷静さを失った状態でみんなが選ぶものにこそ笑いが生まれるんですよ。そういうことよね。なるほどね。ランゲちゃん、なんか最近欲しいものとかないの。今ないからね、めちゃめちゃ困ってる。そうだね。あ、でも、あ、そう、アコーディオン欲しい。アコーディオン高くない。アコーディオン20万くらいします。お、よかったじゃん。よかったじゃん。決まりみたいな感じやめてください。何で決まりみたいな。いいな。でも何欲しいですか。みんな高い買い物ってそんなします。しないっすよ。いやいや、乾燥機買った人に言われたくないんだよな。いや、乾燥機意外と安かったっすよ。5万円もしないっすよ。え、そうなんだ。乾燥機欲しくなってきた。でしょ。うん、乾燥機いいよ。そういうのありなのか。洗濯から解放されるよ。干さなくても自分で。いいな、それ。部屋干し臭いからな。ザンゲちゃんってあれ、子供いるのに全部自分でやってるんだ、ちゃんと。いない、いない、いない、それ謎の、たまにやるね。家族のこと大変だね。唐突にぶっこんでくるね。うん、
そう、そして、ね、僕とヒエラギ先生がね、どう反応していいか分かんない反応を取るから、むしろリアリティが回すみたいなね。ね、うふふみたいな感じで見守ってくるから。もう、もう言っちゃって、おっぱい先生が本当のことっつって、うふふ。違う。なんでジャンチ行くと体操服の匂いがすごいんですよ。違うからな。そうなんだ。乾燥機買った方がやっぱいいかもね、うん、そうなんだじゃない、そうなんだじゃない。窓、私は今本当にいろんなプレッシャーにやられてるんですから、コロナ。もうみんなで話してください。でもマジで欲しいもんないてか、あったら買ってるよっていう、ちょっとなんかあれですけど、そう、あったら買ってますよね。そうなんだよね。そうなんだよね、本当にね。欲しいものあってもね、アマゾンにあるとは限らないじゃん。あー確かに、はいはいはい、例えば僕は楽器は欲しいのあるけど、メーカーの欲しいのあってアマゾンにないんだよ。何欲しいの？いやちょっと言わないでおく。言えない楽器。言えない楽器ってなんだよ。言えない楽器か。君はいい音色を奏でるね。ヒギヒギはちょっとね、やばい。綺麗じゃないんだよな。だいぶ歪ませたエレキギターみたいな音になってるよ。大丈夫。ブヒーは俺だな、それ。5000円とかだったら柔軟剤と洗剤とシャンプーとって買ったらね。やっぱそれも考えてるのが楽しいんじゃないですか。うん、やっぱみんなが焦ってる姿みたいな。焦れないよ、戦場で焦った方が負けるんだよ。欲しいものないもんな。さあ、ザンゲちゃんがどんどん嫌な顔をしております。何にも喋れねえ。無にして足音だけに耳を澄ませようと思います。お、イモってるぞ。うん、嘘だろ、有利なんだからよ。そうだよ、ショットガンだけってことはさ、無理。無理。ザンゲちゃんの近くに車が止まったみたいですよ。え、無理無理、待って、これここってうちらしかいないっすよね。ここって何？ここってか、あの この世界線ってうちらしかいないっすよね。あ、そうだよ、絶対ないよ。そう、まあ、無理。え、無理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 、どうしよう。ザンちゃん何がいたの？室内は不利だよ、ショットガンだから敵が。私、もう、もう無理。ザンゲちゃん、どうしたの？どうしたの、ザンゲちゃん。無理、どうしたの？みんなお金持ってるかったよ、余裕にやるって。ないよ。ないよ、そんな。ないよ。みんな楽しみにしてんだろう、むしろ。なんかその高い買い物の免罪符を。なんでだよ。免罪符楽しみにしてないよ。全然だよ。すごい楽しみそう。嫌で嫌で仕方ないよ。そうで、うちらレベルになると欲しいものアマゾンにないから。そうだよ。逆にそれやばいな。百貨店とかでしかないでしょ。めっちゃ嫌なやつじゃん、ただの。百貨店とかね、しかないからね。どうしたの？何にも喋れねえ、私今ビビってんの？あ、ビビってますよ。だったらまだもっとなんか恥ずかしいセリフ言うとか、そういう罰ゲームの方がいい。はいはいはい。あれ、ザンゲちゃんがビリだった場合、AV のセリフ完コピしてもらえます？一本丸々。そうですね。はい、じゃあそれでいいよ。嫌だ嫌だ、それは嫌だ。話が違う。催眠オナに隠語誘導みたいな、そういうやつの音声。ああ、いいねいいね。それでいいよ、それでいいよ。よくないよくない。だって自分がそっちがいいっすよ。恥ずかしいセリフの方がいいよ。もうやめよう。もうこんなに勝手になっちゃってって言いながらずっと。ああ、たまんねえな、それ。たまんねえな。うん、そう、なんだったらもう YouTube やめる。やば。どんだけ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やだな。それだったらね、まだ1万5000、1万3万、5万、10万の方がね、いいでしょ、ザンゲちゃん。確かに。まあ、それならですけど。うん。なんで歯入ってんの、この人。まだ喘ぎ臭に入れられるよ。やだ、それ。喘ぎ臭があること自体が、やだ。そろそろ出くわしますよ。いや、そうだね、めっちゃ狭いっすね。もう嫌だ、狭くなったら不利になるんだ。いや、怖いな、ガチフルボッキって感じ。そういう IQ が低いネタすか。え、何の音？何？なんだなんだ？何？一人で事故っただけ。あ、なんだ、もうこれやばいな、マジで。俺なんかもうおちんぱんって感じ、俺。
なんでおばあさん喘ぎ臭に入れられますよ今の。あ、開いてる。怖いな。俺らの緊張感一番やばいからな、マジでやばいっすよ。シャッカンっすよ俺ら。シャッカンっすよ、終わりっすよ。シャッカンとかもうチンパンジーだよ俺もう。おちかまだ俺アーマーのレベル1なんすよ。マロス、それはやばいね。なになに、何の音、何の音、なんか今ラマーズ法で呼吸してましたよ。はい、ラマーズ法って何。ラマーズ法知らないの、知らないの。でもかんない、やばいねそれは。ラマーズ法は、でも今の時代、うん、今の時代なんすか。ラマーズ法使わないですよね。あ、使わなかったんすか。使わない、違う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 計算符とかじゃないから。どうしよう、もう喋れない本当に。ザングちゃん、建物の角に気をつけなね。そうだね、入ったらズドン、心臓止まるよ。え、本当に私本当に無理。クーンってなっちゃうね。まじでこの辺からもうマジで全部クリアリングしないとやばいっすねこれ。本当っすよ、ヒラリさんが角待ちしてる可能性が全然あるから、ね、え、やばいな。え、何、おお、なんだ、ブラフだブラフ、すぐブラフ刻んでくっからよ。いや怖いなこれ、真面目に。絶対これ嘘だよ、ヒラキさんが怖いなって言ってる時怖くないってことだよ。いや俺ね今真剣に怖がってるからマジで。絶対嘘。なんだよ真剣に怖がるって。めちゃくちゃ強っぽでこれ角待ちしてる時のヒラキ見る声。いや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 、僕の動画を見てる皆さんはね、俺がどんだけ今窮地に達してるか。来た、何、レベさんが揃った。おいマジかよ、え、だるいなそれ。あれ、あれ、何、あれ、あれ、何、どれ、あれ、もしかしてあれ、あれじゃね、何、もうやだあれもしかしてあれじゃねの語彙力ね、うん、それでもビビっちゃうザンゲちゃんね。え、なんで、え、撃たれた、もしかして撃ち合ってる、これ撃ち合ってます、ね、始まってる、戦争が始まってんだな、きっと始まってますよ、二人で、おっ始まってる、ね、おっ始まってますね、これやってますね、二人は。俺何もしないよマジガチめに。え、嘘、本当嘘だ、俺ガチめ何もしないよ。いやあれだね、この反応的にひなぎ先生が一番黒目だよ、うん、黒目だね、人狼始まってるけど、ね、これ人狼かもうとしてるね、これ人狼始まってるみてえだけどよ、俺マジで何もしてないんだけど、身に覚えがない。それでも俺はやってない、うん、ザンちゃんはなんで悲鳴あげたの。なんでも、なんだこいつ。何でもない、だって言ったら殺される。え、弱肉強食の世界なんだよ。あ、お、銃声銃声やばい。あー、そこで殺しちゃうの。なるほどね、なるほどね。いやごめん、これはね自分を守るために仕方なかった。これはまあしょうがないよね、そういうゲームだもん。ほんとごめん、本当にごめん。そういうゲームだからしょうがないよね。よかった。これで。やだ。これで安心して俺ゲームできるわ。よかったわ。やだ。あ、なんだなんだ。うぃ。やばい。よし。やばいだ。おばさん。ショットガン2人が残ってしまいました。そうそうです。やっぱ僕たち強いですよ。これはマジクソだったね、クソ、うんうん、ね、さっきひらぎ先生私のこと見つけたでしょ。見つけてないよガチめに。うっそ、私ひらぎ先生のこと見つけましたよ。え、マジで、赤い車、うん、あ、車動いてる。ブン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 、うわー逃げろ、ブンブンブン、痛い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 、ブーン。強気だ、めっちゃ強気なんだ。安っぽい車乗ってるくせに。任せとけよお前。安っぽい車乗れない。ブン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 、こんな車だった、ブーン。最終的にクラッシュギアだ、クラッシュギア、車に降りろ降りろ。いや降りるわけねえじゃん、めっちゃクラッシュギア。どちゃくそ回ってんねんけど。何やってんねん。あいた、決めなって、もう本編終わったんだから。ほらやばい。やばい。なるほどですね。
怖かった。あーもうやだ、私もやだ。ということで1位オパシー、2位ヒイラギミュー、3位ウゴクちゃん、4位ザンゲちゃんでした。はいはい、さあみんな大好き、次はルーレットのお時間に参ります。ジージー、さあではみんな大好きルーレットタイム。はい、さやな予感してる。4321で割合が変わっておりますので、このような結果となっております。私言い過ぎじゃないですかこれ。なザンゲちゃん目立ちたがりや欲しがりっすね、ザンちゃん。いやぜひともね、欲しがってるザンゲちゃんに当たってほしいな。そうだね、ただデモプレイではちゃんとヒイラギってなってます、ね、そう怖いな、2位でもこれかって感じする。2位でもこれです、うん、さあ行きますよ、一発勝負っすよ。お願いします。頭クラクラする。一発勝負で、これで当たった人がもう一回ルーレット回せるんですよ。最高最高。あそっか、楽しみだな。行きます。はいはい、どうなる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 、本当に まあ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 、なんで残念でもなく当然広いなエリアが。うん、順当でしたね。ザンゲちゃんおめでとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。これ若干ね、殺した私に責任があるような感じして心痛くなってる若干。そういうゲームですから、私の生活が圧迫される。じゃあ次にやろう。圧迫されないもの選ぼうよ。金額ルーレットの方をちょっと準備します。さあザンガちゃん、心の準備はよろしいでしょうか。はぁ、待ってください、ちょっと考えとかないと。だって5分間で選ぶんですよね。そうです、よ、考えないでください。行きますよ、行きます。全てが決まりますよ。本当に嫌。ボス生々しいの出た。さあザンゲちゃんに5分以内に3万円いってもらいましょう。イエーイ、3万でかいっすよ。何かが全然何も決めて、3万円ですよね。そうです、3万円で、よし、ショッピングスタートしよう。始めずらスタートしよう。待って、何にしよう。待って、まずはまずは、何ヒント、何、待って、何買うの、何買うの、ヒント、なんか遊戯王、ヒントなんてないよ、遊戯王、おすすめから買うの。え、お米、人気急上昇中の商品ですかね。あ、私踏み台昇降欲しいです。踏み台昇降、あのダイエット用品、ウィンウィンウィンみたいな。はいはいはい、ウィンウィンじゃなかった、これ欲しい。ウィンウィンはそれ、動くちゃん。ああ、ウィンウィンは動くちゃんか、そっかそっか、動くちゃんが勝負するやつね、しかもそれ。これにしよう。これなんか高いもの取るときに必要なやつか。あ、でもセールしてるから2600円じゃん、10個がいいよ。あー、全然余裕だよね。2600円。待って、あと4分あれ、もう1分経っちゃうよ、ザンゲちゃん。待って、あと2万7000円だよ。待って、宝塚のなんか買っていいですか。宝塚のなんか、はい、なんかない、私が持ってない宝塚のなんか全部持ってる。全部持ってる。おいおい、時間はどんどん過ぎてるんだよな。どうしよう、本当にあと3分50秒だよ。本当に持ってる。贅沢できるよ。ネンドロイド。え、それ業者じゃないの、それテンパイヤーっぽくない。あと、テンパイヤーだな、これ絶対。え、何だ、ダメだな。待って、あと3分半なんだけど。え、何が欲しいんだろう、私。何が欲しいんだと思います。いや、欲しいな。楽器。ピアノ欲しいです、ピアノ。ピアノなんてか。あ、キーボードの。キーボード。あ、個人キーボード。レーザーのキーボード。レーザーのキーボード。ピンクのやつ。レーザーのキーボード買うのね。ピンクのやつ、なんていうんですか、あれ。ピンクのやつだ。ちょっとさ。感じるわ。ちょっとさ。もっとした、あー、なんか、これ、ほら、これ、待って、1万7000円なる。え、高っ。おー、いいじゃん。これ買おう、これカートに入れよ。僕、ロジクールの方がいいと思いますよ。確かに。あ、マウスも買おう、そしたら。ロジクールのマウスの方がいいと思うけどな。ロジクールの方がいいと思うんだよな。え、何が違うの、これ何が違うの、何が違うの。知らねーよ、値段だろうがよ、多分。こわ、何その英語なんで。全部英語じゃん、壊商品名。しかない。あ、まだゆっくりできるね。ね、まだゆっくりできるよ。2分半もあるよ。うん、ゆっくりしよう。これちゃんと本物？これ本物？それ本物っぽいね。うん。
なんかしっかりしてますね。FPS ならこれです。レビュー見る余裕があるんですよ。ああ、すごいな、もう。いいマウスですって書いてあったら大丈夫だって。はい、でも安定しない。左クリックが故障してる。大丈夫だよ。壊れるやつは壊れんだよ。うん、そうです。どうせマウス叩いてんですよ、バカで。あバカだ。ぶん投げてんだよ。あと20 16円。16円何 ?16円。やばい。16円何 ?16円足んないんだ。やば。あと日用品買えばいいじゃん。あ、そうだそうだそうだ。待って、漂白剤。漂白剤欲しい。あれ足りてる ?SD カードとか足りてる漂白剤が欲しい。めっちゃいっぱい。生々しいな。え、でもデジカメ買って SD カード足りてる？この間高いの買ったから。ああ、じゃあいいんだ。あ、ワイドワイドハイダー。彼氏がゴムつけてくれない人だからゴム買えば。じゃあ、いない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 。待って、ワイドハイダー。みんなが使ってる漂白剤飲む男現れて。いや、お腹とんでもないことになるぞ。これ、ワイドハイダーが欲しい。あ、リアルだ。あ、40円オフだ。え、サイン以上と買えない。プライム限定だ。どうしよう。え、待って。どうしよう。あれ意外とあれあと1分15秒。え待ってどうしよう。いやでも買うものは決まってるね。うん。残念ながら漂白剤より柔軟剤の方がいいんじゃない？柔軟剤でもこの間買ったから。いやリスナーさんみんな残念ちゃんどんなニュースのかなって気になってるよ柔軟剤。一番安いやつ買ってます。うん、えどれにしよう。リスナーさん。何のやめ。広げようがないわ漂白剤柔軟剤。え何これ。うわ。すごい。ザンゲちゃん大丈夫？あと43秒。待って。もう油断ならねえよ。始めましたよ。え待って私、ね、待って。戦場丸。これ過ぎることにね増えていくからね、うん、買わなきゃいけない値段。戦場丸。そう。1分5000円で。え待ってマジで。え本当に？本当に？1秒オーバーすることに。1秒5000円だけマジどんな待って入れるやつないこれにするこれにする申し込む違う通常の注文でいいんだよ通常の注文でいいんだよどれあと8秒どれ7秒その上あ、声だ食べれたピッピー選んだんですか？はい、選びましたものはワイドハイター EX パワー大本体プラス詰め替え本体本当はいらないですけどねたっぷり買いましたね焦りましたたっぷり、ね、レーザーのゲーミングマウスやった、はい、レーザーのキーボード、はい、あとデブ解消のために踏み台昇降はい充実した買い物だおめでとうおめでとう買ったら届いたらちゃんと社名を載せますはいそうだね、はい、いやーザンゲちゃんがいい買い物できて俺たちも嬉しいね嬉しいね次は絶対すがしい気分だ絶対買わせる次は次もやってくれるんですかザンゲちゃんやだ嘘今の嘘よしじゃあ次もザンゲちゃんに気持ちよく買い物してもらおっかみんなね人の買い物見るの楽しいね最高だねうぜー悪いぞそれマジまたやろう